はい、こんばんは。ちょっとすいません、こんな格好で。ちょっとね、筋トレ後に撮ってるんでこんな格好になっちゃってるんですけども、今日は、この角ウイスキーに、直接炭酸を、注入して、100% 生ハイボールなるものを作ってみようと思います。まあ実験ですね。まずはこのソーダサイフォンの容器に、ウイスキーを注いで冷蔵庫でとりあえず一晩寝かすだけですね。超簡単。そうですね、液体が冷えてないと炭酸はが抜けてしまうんで、しっかりと冷やすことによって炭酸を液体の中に留めることができるんで、まずはこれで一晩寝かしていきます。はい、これで一晩経ちました。で、この状態、冷えた状態で炭酸を注入してあげると、しっかりと液体の中に炭酸がとどまってくれるんで、で、ここに炭酸を注入していきます。はい、で炭酸注入したら、このガスをちょっと中に入っているガスをしっかり抜いてあげて、これ抜かない状態でキャップ開けちゃうと暴発するんで気をつけてください。でグラスを冷やしていきます。ね、ちょっとどんな味になるのか楽しみなところではあるんですが、ここで、水、そうですね、水で氷をリンスしてまた、ステアして今水を切ってるところですね。氷がしっかり、冷えた温度で水でリンスしてあげると氷にしっかり膜張ってくれるんで氷が溶けにくくなります。でガスを抜いたら注いでいきます。結構炭酸立ってますね。もう見た目は本当にハイボールじゃないですか、これは。まあこれはちょっと飲んでみてどんな味なのか。それではいただきます。もうね、これ飲んだ瞬間にもう本当にただ強いハイボールっていうだけですね。もうお酒強くて、なおかつハイボールが好きな方はこれやってみると面白いですよ。めっちゃ今日私ハイボールで酔いたいみたいな人はこれやってみてください。まあちょっと今日はこんな感じでおふざけ動画でした。それではまたお会いしましょう。バイバイ。